トリオ 64S3 トリオは S3 社の廉価向けビデオチップのシリーズ名。かつては低価格機向けに広く採用された。トリオシリーズは低価格向けビデオチップとしてビジョン864をベースに開発された。ラムダッツを統合してワンチップ化するなどの低価格化が行われている。低価格なわりに一通りの 2D アクセラレーションを搭載していたために、 メーカー性を中心に広く採用されたが、グラフィックチップの基本性能の高性能化により、後継のサベージシリーズに移行した。その後も低価格向けに存続していたが、インテルが投入したグラフィック統合チップセットインテル810の普及以降、オンボードビデオチップ、プリインストールビデオカードの需要が激減し、消滅した。トリオ 64V トリオ64は、 トリオシリーズの基本となる製品であり、64ビットメモリバスで接続されたエドディーラムを4メガバイトまでサポートする。インターフェースは PCI。後のモデルで動画再生機能の搭載や若干の高速化が行われている。実際には2メガバイト分のメモリを搭載し、空きソケットを搭載した製品が多く流通した。 トリオ32はトリオ64をベースにメモリバスを32ビットに削減した廉価モデル。エドデーラムを2メガバイトまでサポートする。トリオ 3D2X トリオ 3D はトリオ64シリーズの後継製品であり、インターフェースは AGP に対応する。後に AGP2X に対応したトリオ 3D2X が投入され、これがトリオシリーズの最終製品となった。 トリオ 3D2X では2系統のハードウェアオーバーレイに対応する。マイクロソフトが提供するバーチャル PC においては仮想環境中のグラフィックアダプタとしてトリオ64-32が採用されている。ありがとうございます。